連日東京五輪に関するネガティブな情報が出てきますよね。詳しくは月曜日にやりますけれども、朝日新聞はついに社説で五輪反対を表明しました。なんだけど五輪スポンサーはやめないっていう、何ですかそれ。東京五輪をめぐっては台湾プロ野球を統括する中華職棒大連盟がですね、メキシコで行われる東京五輪最終予選へのプロ選手の派遣を断念したと発表しています。新型コロナウイルスの感染が拡大する中ですね、選手の健康と安全を守るためだということです。台湾も抑え込みに必死です。このようにコロナの影響を考えて断念するケースもあるんですが、なんかこう違うパターンもあるんですね。それは一体どこかっていうと、期待を裏切らない韓国です。韓国の前首相で次期韓国大統領選挙への出馬も取り沙汰されるですね、チョン・セギュン氏、東京五輪のホームページの地図に不満を表し、こんなことまで言っています。韓国のチョン・セギュン前首相は26日、東京五輪の公式ホームページ上の地図に、韓国が不法占拠する竹島が日本の領土として表記されているとして、自身の会員制交流サイトを通じ削除を要求。最後まで拒否すれば政府は五輪不参加などあらゆる手段を総動員しなければならないと訴えた。五輪ホームページの日本地図をめぐっては、韓国精神女子大のソ・ギョンドク教授が21日、竹島の表記に問題があるとして国際オリンピック委員会に訂正を求めるメールを送付したと明らかにしていた。チョン氏は削除要求前日の25日、現在行われている野党の党代表選で若手候補が善戦していることに関し、韓国には徴用の序の文化があるなどと発言。若年層の支持低迷に悩む与党内で非難の声が相次いでいる。与党ともに民主党から大統領選挙への出馬を、まあ、こう目指すというか、いうこのチョン氏ですからね、発言が非難されて焦ったんじゃないでしょうか。どうやって巻き返そうか。そうだ、反日仕草を見せたアピールだと、まあ、そんな感じでしょう。あくまでこれは反日仕草であって、本当に五輪不参加になるかっていうと、まあ、ちょっと考えものですけども、いっそね、もう世論盛り上げてもらいたいですよね。開催国日本の国民としては、韓国の選手がですね参加できないなんていうことになれば悲しくて仕方ないんですけども、まあ、でもしょうがないですよ。何しろ地図の削除なんていうのはありえない話です。だって竹島は日本の領土で、韓国が不法占拠を続けている、そういう島なんですから。不法占拠を続けるなんていうスポーツマンシップなんすかそれっていうレベルの国の元首相が何を言ってるんだっていう話ですよ。というか五輪出ないぞって脅しになりますかね。おい日本、俺たちに都合の悪い地図使いやがって許さんぞ。削除しないと五輪出ないぞ。いいのか、五輪出ないんだぞ。え、どうぞどうぞ。当然こうなるでしょう。韓国にはですね、まあ振り上げた拳をですね、そのまま上げ続けてもらって、まあ行くところまで行ってもらいたいと思います。五輪競技に笑いっていう部門があったら、韓国はもう金銀銅総なめみたいなね、そういう国ですよね。というところで今日は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。